ケモソルジャーの切ないです。エイゼロです。今回は質問コーナーということで、ポケソルの質問箱に寄せられた質問に返していこうと思います。ポケモンに関するありとあらゆる質問、お題、お悩み相談に対して、約10年以上のポケモン対戦経験を持つ私たち2人が責任を持って全て答えていきます。ポケモン対戦をガチで頑張る皆さんの手助けになればと思います。質問読みます。はい。現在放送中のアニポケの大会ルールは、ダイマックスメガ進化 Z 技いずれか1回のみ使用可能となっています。このルールをゲームに採用するとどれが一番強いでしょうか？また3つの採用率を均等にするためにはどのような調整をすれば良いでしょうか。なるほど。なんかツイッターでなんかサトシがこの大魔メガ進化 Z 技全部使えるようになったみたいなのでなんか話題にはなってたんだよな。なんかメガルカリオがアニメに出るっていうのは見たことあるわ。現状の8世代だとメガ進化と Z 技は使えないけど、これルール乗っとると、まあ、ちょっと面白くはあるね。ということで今回は大魔メガ進化 Z 技、試合中にいずれか1回のみ使えるルールだったらどうなるか考えていきたいと思います。それぞれの特徴としては、ダイマックスは HP2 倍でダイマックス技が使える、でダイマは3ターンっていう制限があって、そのターン経過したり交代したら解除されてしまう。でメガ進化はしてしまえば試合中ずっと効果が続いて持続値が100上がる。で特性が一応強くなる。技に関しては何も変わらない。そうだね、まるっきり一緒だね。 Z 技は1回だけ使えて攻撃力の技が打てたり、まあ、変化技に何かの追加効果が乗ったり、ダイマとかメガ進化みたいに、まあ、HP が増えたり持続値が上がったりはない。パッと考えてもうダイマックス最強すぎてやばいと思うんだけど、どう？とりあえず Z 技はどう考えてもダイマックスの劣化じゃん。そうだね、まあ技威力的に考えれば Z 技の方が強いんだけど、機械コッキーだし、まあ、ダイマックスは技に追加効果あるし、せめて Z 技使うならまあ変化技の方、まあ、テクスチャー Z ポリゴン2、ああそうだね、ジャラランガポリゴン2 EV あたりのすごい Z 変化技、まあジャラランガ攻撃技だけどみたいなのじゃないとさすがに使う意味ないんじゃないかなっていう気はするよね。でもテクスチャーポリゴン Z も、専用 Z のジャラランガも、ダイマックスの方が強くないか。いやそう、ダイマックスって HP2 倍って言ったけど、能力上昇で考えれば防御特防が2段階アップってことだから、 HP2 倍イコール受けるダメージ半減イコール2段階アップとほぼ同等、で技威力がまあ 1.5 倍とはいかないけど、まあ、1.3 倍4倍ぐらいには、 Z 技は技威力が 1.5 倍から2倍ぐらい、ただ1回しか使えないのと、まあ、HP2 倍かどうかの差って結構でかい。ダイマックス使うだけで、まあ、BD2 倍かつなんなら AC も 1.5 倍ぐらいで、そっからダイマックス技で能力アップどんどんしていくわけだから、当たり前のようにダイマックス最強に思えちゃうんだけど、まあ、Z 技はとりあえずダイマックスの劣化って考えても大体間違ってはないな。メガ進化は、まあ、特性がメインになるよね。持続値100アップも、まあ、当然大きいんだけど、特性が変わることで、まあ、強さがぶっ飛ぶわけだから、ガルーラしかりゲンガしかりアクチートとかもそうだね。だけどこれらもダイマックスに勝てなくないか。持続値100上がるとか特性変わるとかそういうのも全部ダイマックスの HP2 倍とダイマ技の追加効果で、相殺どころかダイマの方が強いから、前世紀の親子愛が 1.5 倍になるガルーラでさえそこら辺のダイマックスポケモンに勝てない。簡単な例を出すと、ダイマックスサンダー対メガガルーラって、おそらくサンダーが勝つじゃん。必勝だね、ダイジェット2回で終わりだね。ガルーラが勝つには、まあ、冷凍パンチで凍らせるとかそういう話になっちゃう。どれが一番強いかっていう質問に対してはダイマックスが一番強いですね、 Z 技は弱いかなって感じかな。7世代も結局 Z 技とメガ進化どっちがメインかって言われたらメガ進化なわけだから、その時点で、まあ、メガ進化と Z 技どっちが強いかなって考えるのも、まあ、メガ進化上だよなっていうのはみんな思うと思うんだけど、対応数を均一にするにはどうすればいいか難しくない？アニメだったら、試合始まる前にどれを選択しますかって言ってなかった？ああそうだね、だから試合開始と同時にサトシ選手ダイマメガ進化 Z 技どれにしますかって、俺はメガ進化を選ぶぜって言ってたと思うんだけど、それだと結構露骨な調整しないと無理だよね。そもそもメガ進化と Z 技ってそのポケモンとして準備してなきゃいけないわけじゃん。そうね、 Z を持ったり、でもダイマックスって対戦中に3匹どれにしようかなって選べるわけだから、もうその時点で差がひどすぎるんだよな。性能の差もやばいのに、3匹どれでも好きなのダイマックスしていいっていう時点でもう自由度が高すぎて、まあ、正直ずるい。均一にするにはパッと思いついたのが3すくみみたいな感じで相性関係作っちゃえばいいと思うんだけど、まあ、例えばダイマックスに対して Z 技打てばダメージ2倍とか、はい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 、居住山みたいな効果をデフォルトでつけておけば
まあ、Z 技使う理由も多少なりとも生まれそうだけど、メガ進化も Z 技もダイマックスにダメージ2倍の方が良くない？まあ、メガ進化はダイマ技受けるダメージ減らすとか、半減やりすぎか、やりすぎかな、 0.75 倍ぐらい、うん、とか、うん、とりあえず両方ともダイマックスに強い何かしらの効果をつけないと正直お話になってないのに、そのメガ進化とか Z 技持ちそうなポケモンじゃない対面でダイマックスして3ターン過ごしてノールカップしたポケモンでメガ進化とか Z 技持つポケモンと戦っちゃえばいい話でもあるから、それだけでも正直、うん、全然ダイマックス一強は変わらないかな。ダイマックスこんだけ強いのに、うん、対ダイマックスのためだけにメガ進化 Z 技アイテム持たせるかっていうところにもなるしな。多分ダイマックスと戦うんだったらメガガルーラよりダイマ通常ガルーラの方が強いしな。そうだね、ダイマ通常ガルーラが全然ダイボールもできるしダイアタックで S を下げられるし、当然ノーマル Z で殴ったところで全然意味ないしね。メガストーンも Z クリスタルも持たなくても選択できるとかだったらまだ救えそうだけど、持ち物の差がある時点で均一にするのだいぶ無理やんけ。ダイマックスターン1ターンとかじゃないとダメじゃない？その事件だと思うんだけど、なんか面白くなさそうだな。全然面白くないけど、1ターンだったらまあいっかってなるくない？いいけど、それだとメガ進化のが強くない？そうかな。だってダイマックス技でメガガルーラワンパンできるポケモンって結構限られてる。だからダイマックスにもメガガルーラで岩石封じ打っちゃえばその後ステミタックル上から通るわけじゃん。そうだね、うん、ガルーラ強いな。そもそもメガ進化のポケモンが一旦守るして終わるのめちゃめちゃしょうもないよ。なんか 25% にダメージを抑えて、なんかメガゲンガーで守ってダイマックス切れた後に道連れ押せばいい話でしょ。まあ1-1ではあるけど、2ターンだったら絶対ダイマックスなんだよな。そうかもしれん。2ターンのダイマックスをもらってメガ進化と殴り合って勝てないってことはほとんどないから、2ターンだったらダイマックス使うし、1ターンだったらまあメガ進化 Z 技の方が強いな。 Z 技はちょっと物による気はするか。 HP 1.5 倍に抑えたらどうですかね。ダイマックスアーミー禁止ってことね。うん、ダイマックスレベルっていうのをなくして 1.5 倍か。これならゲームになるか。それでかつメガ進化がダイマックス技受けるダメージ仮に 0.75 倍だとして、うん、Z 技がダイマックス状態に対してダメージ2倍だったら、あーなるほどね、釣り合わないかな。釣り合わないかもしれないけど、一番ゲームとして面白くて均等に近いような気はするな。それかメガ進化に対してダイマックス技の効果なしで、そっちの方がきついかも、うん、ダメージはカットせずに追加効果なしにすればメガゲンガー、メガガルーラがダイジェットで抜き返されることも減るだろうし、サンダーとガルーラ対面は同速勝負ってことね。そうだね、まあ岩石封じ打てばガルーラ側が勝つってことかな。 1.5 倍なら 1.25 倍でも勝てるかな、うん、岩石封じプラスステミタックルとかで、うん、けど Z 技はこれでいいのか。ダメージ2倍にすればまあ大体ある程度通ってる Z 技でダイマックスポケモンワンパンできると思うから、まあ別にいいと思うんだけど、メガ進化にもダメージ倍にしとけば強くない、強くないかな、そんなことない。レッドクリスタルめちゃくちゃ弱いけど、メガ進化にも2倍か。え、それ仮に7世代あったとしたらさ、結構すごいこと起きてるよね。まあそうだろうね、やりすぎな気もするけど、あでもいいか、2倍。でもそれぐらいしないと Z 絶対使わないと思うんだ。 Z 変化技は効果なくていいんじゃない？いる？なんか欲しい。全部能力アップとかを1段階分増やすとかしたらちょっとバグっちゃうような。EVZ 全部能力3段階アップとかダメでしょ絶対。7世代の時点で変化 Z って攻撃で使う Z よりも性能落ちてたと思うからなくてもいいんじゃない？もう諦めてもらう。ポリゴン Z とかワンチャン使うだろうし、EV とかも変化 Z を使う機会なくはないだろうし、うん、ていうかそれぐらいの使用頻度じゃんもともと。こんな感じで均一になってるか。なってると信じたい。3つのどれを試合中に使うか判断するのは試合の最初。隠したいけどね本当はね。でもめっちゃ宣言してたよ、メガバングルつけてるから、あーメガ進化するんだみたいな感じだったけど、まあいいか宣言しても。先行後攻みたいな感じでさ、宣言するの後攻有利みたいなにすればもっと Z 技とか使う価値生まれるかもしれないから、そっちの方がいいのかな。そうなると構築3つ用意しとかね。ダメだね。いやでもその3つをうまく構築に盛り込んで、3つうまく構築に盛り込むのむずない？ Z 技別に入れなくてもいいわけ。あー入ってなかったらちょっとだけダイマックス倒すの大変だね。いやでもそれはダイマックス有利なゲームになっちゃうな。最初に構築に入れとかなくてもいいわけだから。まあね、どんなポケモンが使っても最低限強いから。これだったらお互いダイマックス使うから今と変わらないゲームでしょ。ちょっと HP が少ないだけで、試合前に同時に発表して、ああそれ使うんだみたいな感じでいいんじゃないの。 HP1.5 倍で
先行高校いらない、先行高校とかなしで Z 技はダイマックスに2倍だったら Z 技で考えて構築組んでくる人だって、まあ、全然いるだろうし。確かに。でこれ宣言を発表するのは選出前、あとそれは前じゃないだよね。マッチングして何を使いますか選んで、相手選手は何々を使うと宣言しましたって出てきて、選出画面に行って、なんかあーガルーラいるわみたいな、それはメガ進化選択だよなみたいな、ガルーラいるのにあれダイマックス選択されてる、なんでだみたいな。選出後だとちょっとゲーム性落ちるか。選出後だとだってガルーラ入ってたらメガ進化バレるじゃん、その時点で。うん、前のがいいか。後だとメガ進化が多分だいぶ不利になっちゃうから前の方がいいんじゃない。ということで調整した結果は、ダイマックスは HP1.5 倍、うん、メガ進化はダイマックス技の追加効果無効、Z 技はダイマックスに対してダメージ2倍。選出の前にこの3つどれかを選択して発表。いいんじゃないですか。 1.5 倍になったことでさ、ダイマックス同士の殴り合いの常識も変わるよね。かなり S 高い方が有利な気がしちゃうな。ダイアタックエースバンめっちゃ強い。そう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 、全然ありえる気がする。まあその分エースバンがなんかガブリエスの8万撃撃輪とかで乱数で吹き飛んでるみたいなことも起きなくはないから、ダイマックスミラーが新しい試合っていうのもある意味いいのかもね。それはそれで今こう考えたらダイマックスの HP2 倍ってやりすぎじゃない。確かにそうだね。今からでも 1.5 倍にしてもらう、そういうルールあってもいいけどね。うん、ダイマックスレベル強制的にゼロになる。うんうん、それいいじゃん、シリーズ12のルール。それででもそれだと余計ダイジェットゲーになりそうな気するんだけど。早い方有利になっちゃうからね、ダイマックスの殴り合いが。本当にちょっと硬いぐらいじゃダイジェットに勝てないから、チョッキガブとかもワンチャンタマサンダーに負けかけたりしない？負けかけたりするかも。ダイジェットが強すぎるルールになるから HP2 倍悪くないかもしれないけど、ダイマックスレベルゼロにする方法がないから、うん、このルールを試そうとしても試せないかもしれない。使用的にゼロにするっていうのはできんのかな。まあ、できるんだったら公式がやってくればそういうルールで楽しめるけど。ぜひコメント欄でダイマックスの HP 倍率2倍と 1.5 倍どっちがいいか熱い議論をお願いします。アニメのルールとかの話じゃなくなっちゃったら最後は。これからもためになる対戦動画や解説動画アップしていくので、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターの方お願いします。お願いします。